こんにちは。荒木和弘です。えー、今から9年前、えー、つまり平成26年2004年の5月の末にストックホルム合意というのは、えー、日本と北朝鮮の間で行われました。ストックホルムで行った日朝の協議でですね、北朝鮮は、あのー、 北朝鮮の中にいるすべての日本人について調査をすると。えそして、えー、日本側は、まあその結果によってですね。 え、制裁を解除するというような、まあ、大雑把に言うとこういう合意だったんですけども、この時のことでですね、あんまりあの、知られていないことを、ちょっと一つお話をしとこうと思います。え、その時に、特定視聴者のご家族、これ、あの、政府認定の被会社のご家族もみんな一緒だったと思いますが、え、ものすごいマスコミが、あの、やってきたんですね。 で、ひょっとしたら誰か帰ってくるかもしれないということで、まあ、全国でですね、もし、あの、その人が帰ってきたらば、えー、うちの社だけ送れるわけにはいかないということで、えー、まあ、あの、特定所者のご家族に、まあ、もう地元のマスコミ、それからまあ、えー、その、全国紙の市局、それからまあ、あの、NHK か何かテレビ局ですね、みんな、あの、やってくるんですね。 で、そういう経験っていうのは、まあ多くの方はほ、あの、ほとんどしたことがない。で、ええー、もうともかく、あのー、まあまあ、我々時々なんかそういうことになるんですけども、同じことを何度も何度もですね、あの、喋らされるんですね。こっちの A 社が来て、こういう喋ったと。で、B 社は B 社で同じことを聞いてくるわけですね。で、えー、もう、しまいに根を上げてしまって、あの、電話線を抜いちゃったっていうような人もいたほどです。 えー、まあ、というほどですね、あの、ものすごい取材合戦だったんですね。これマスコミの人からすれば、まあ、これはこれで仕方ないと言えば仕方ないんですけども、ともかく、まあ、他の社に抜かれちゃまずいっていうことがありますから、えー、それも一生懸命になる。で、そうすると無理をしても話を聞くようになる。で、えー、そこに誰か、あの、開催して、えー、交通整理してくれる人がいればいいんですけども、 まあそういうことはもうほとんどできない。我々ももうとても手が回らなかったですね。えー、我々のところだってもう各社から、えー、この人はどうなんですかとか、この人の連絡先はどこですかとか、ね、あのー、もう、場合によったらあの、特定思想者問題調査会ってどういう団体ですかとか、ね、そんなものまで聞かれるんですね。まあ我々も本当に根を上げたんですけども、いわんやご家族の方はなおのことおですね。で、えー、それでも誰か帰ってくればよかったんですけどもお、まあ誰も帰ってこない。 で、えー、まあ、これによる、あの、ご家族のショック、えー、っていうのはですね、まあ、相当、厳しかった、と言えます。えー、最初から期待してないのはまだいいんですけども、やっぱりもう各社が来て、もし、あの、帰ってきたらどうしますかとか、えー、今どういうお気持ちですかって聞かれたらですね、もうそんなみんな来るんだから。 何かしら動くだろうと。で、自分のとこだけじゃ、あの、自分のとこはダメかもしれないけども、でもこの特定視聴者の誰かのことについて動いて、えー、それが動けば自分たちのところにも影響があるのではないだろうかというふうに、まあこれ、当然誰でも考えますよね。えー、そういうことだったんですけども、残念ながら何もなかったということです。えー、これはまあもうあの、ある意味仕方ないことという部分はあるんですけども、 やはりあの、そういうことによって、非常にですね、あの、苦しまれるご家族もあるということは、ちょっと皆さんご理解をしておいていただければと思います。えー、ちなみに、あの、ストックホルム合意の翌日か翌々日ぐらいだったと思いますが、えー、茨城県で、あの、集会がございました。で、私も、あの、講師の一人として、えー、行ったんですけれども、壇上でですね、 えー、中山京子さんと、あの時参議院議員だったのかな、えー、とご一緒になりまして、横に座っててですね、えー、まあ、二人では、なんだかなっていう感じの話をした記憶が、あの、ございます。えー、まあ、いずれにしてもですね、まあ、あの、やっぱ動けば、当然、まあ、そミなんかの皆さんも動いて、そして報道されれば、それが、 あの、やはり世論関係につながるんで、これはもうや、あの、やらないでくださいとは言えないんですけども、やはりあの、そういうことがあるというのを、マスコミの方々も、それから、えー、周囲の方もですね、ぜひご理解をいただければというふうに思います。まあ、本当にあの、期待した分だけ、え落、ー、胆も大きくなりますから、まあ、そのことをですね、やはり我々忘れてはいけないだろうというようなお話でした。今日もありがとうございました。